セルの結合は使わずに縦の中央に表示させ、削除しても自動的に表示します。さらにこの状態でデータ集計もできるようにします。こんにちは、ルイカと申します。 Excel についての情報の中でセルの結合はダメということはお聞きになったことがあると思います。以前の動画でもお話しいたしましたが、セルの結合がなぜダメなのかと言いますと、計算ができない、検索ができない、コピペや並べ替えの邪魔になるなど、 Excel 本来の機能を活かせなくなるからなのです。でも真ん中に表示したいという要望に応えるため、 Excel には選択範囲内で中央という書式設定がございます。このような状態の時、横方向に範囲を選択しておいて、書式設定で選択範囲内で中央を選びますと、選択した範囲の中で文字が中央に表示されます。セルの結合はしていませんので、コピペなどの邪魔にはなりませんと、ここでたくさんの方が思われたと思います。縦も選択範囲内で中央に表示したい。しかし残念ながら今のところ縦の選択範囲内の中央に表示する機能はございません。横で選択範囲の中央にする需要があるのですから、縦でも選択範囲の中央に表示したいという需要も当然ございます。しかし Excel にそのような機能はなく、セルの結合も後ろめたいので使いづらいです。それでも縦の中央に表示したいというご要望に応えるため、縦の中央に表示されているように見える方法を考えてみました。あくまで中央に見えているようにするだけですし、いろいろ制約条件もあったりしますが、セルの結合はしないまま縦の中央に表示したいというご要望に応えられるかもしれませんので、ぜひ一度ご覧ください。縦の中央に表示しているように見せる方法ですが、中央のセル以外の文字色を白にすることで実現させます。まずは手作業でやってみますね。こちらの A 事業所は5行ありますので、1行目と2行目、4行目と5行目の文字を白にします。これで中央に表示されているようになりました。次の B 事業所は行数が偶数ですので、真ん中の行がありません。その場合は1つ上か1つ下のミクロにして、他を白の文字にします。 C 事業所も同様にしてみます。これで各事業所の中央に文字が表示されるようになりました。さらに同じ事業所の内側の罫線を白にすることで、セルを結合した時に近い表示にすることができます。今は単に文字の色を変えただけですので、その行を削除すると消えてしまいますが、最終的には行を削除しても新しい範囲の中央に文字が自動的に表示されるようにします。では順番に解説してまいります。中央の行とそれ以外の行を分けて処理するためには、どの行がそれぞれのまとまりの中央の行かが分からなければなりません。中央とはまとまり全体の中の半分のところが中央になりますので、それぞれのまとまりの総数と上からの連番を作成して判別するようにいたします。まとまりの総数はカウントイフ関数で求めます。カウントイフ、全体の範囲がこちらですが、この後コピーしますので絶対参照にします。検索条件はこのセルの場合 A 事業所ですが、コピーしても大丈夫なように直接文字列を入力するのではなく、事業所のセルを参照して指定します。このセルを最後までコピーしますと、それぞれのまとまりの総数が表示されました。 A 事業所が5個、B 事業所が4個、C 事業所が9個ですね。次に各行がそれぞれのまとまりの中で上から何番目かを表示させますが、これもカウントイフ関数を使用します。カウントイフの範囲ですが、開始の行と列、終了の列は絶対参照にしますが、終了の行は自分と同じ行までにして相対参照にします。検索条件は先ほどと同じく自分の行の事業所のセルを参照です。入力しましたら全行にコピーします。このようにすることで同じまとまりの中で何番目に出現したかを表すことができます。データの先頭行から
自分の行までの間に自分の行と同じ値が何個あるかということです。もちろん一番最後は最大値と同じになりますね。最後に真ん中の行に目印をつけるため if 関数を作成します。全体の数の半分の行を判別したいので全体の行割る2が自分の行の個数、これを全体にコピーしてみます。こちらの B 事業所は1が表示されましたが、 A 事業所と C 事業所は1が表示されませんでした。2で割っているので、全体の数が奇数の場合は 2.5 や 4.5 になるためですね。この場合、全体の数が5の場合は3、9の場合は5になるようにしたいので、ラウンドアップ関数で切り上げます。2で割る場合、小数は5しかないので、ラウンド関数でも大丈夫です。整数にするので桁数は0ですね。切り上げる処理も入れましたので改めて全行にコピーします。今度は5個の中の3個目と9個の中の5個目に1が出ました。4個の中の2個目は小数が出ないため変化なしですね。偶数の場合は真ん中の1つ上にはなりますが、これで各まとまりの中央が判別できるようになりました。ではこれを真ん中の行だけ文字を黒、他を白にします。まずは手作業でやってみます。真ん中以外の色を白にしたいので、こちらの値が0でフィルターをかけます。真ん中以外の行だけが表示されていますので、すべて選択して文字の色を白にします。フィルターを解除しますと、真ん中の行だけ文字が表示されているようになりました。罫線を白にすると、よりセルの結合っぽくなりますのでやってみましょう。コントロールキーを押しながら各事業所の範囲を選択していきます。選択しましたら書式設定、罫線で色を白、通常の実線にして水平方向の中央の線だけ指定します。白なので見えてはいませんが指定はされています。 OK を押しますとこのようにセルの結合をした時と同じようにすることができました。このデータに対して行の挿入や削除がない場合はこの途中の列を削除すれば完成です。偶数行の場合が完全に中央ではなく一つ上になりますが、それだけ目をつぶっていただければセルを結合した時と同じようになりますのでいい感じではないでしょうか。ただ文字の色を直接塗っているだけですので、文字が表示されている行を削除しますと当然消えたままになります。文字が白の行を消してもその行が消えるだけですので、表示されるのが真ん中ではなくなってしまいます。ということで次は行の削除や挿入をしても真ん中に表示されるようにしていきます。条件付き書式を使いますが、条件付き書式はなるべくシンプルにしたいので、先ほどのフィルターで文字を白にする前から始めます。この状態から先ほどはフィルターをかけてこの列が0の行の文字を白にしましたが、今度は条件付き書式で白にします。事業所の範囲をすべて選択しておいて条件付き書式、新しいルール数式を使用してを選択します。アクティブセルがこちらですので、条件はこの真ん中を判定するセルを相対参照にしてイコール0になります。書式の指定はフォントの色を白にします。これで OK を押して完成です。罫線も白にする設定をしておきましょう。先ほどは事業所が表示されている行を削除すると消えたままでしたが、今度は削除をしても新しい真ん中の行が再計算され、新たに事業所名が表示されます。文字が白の行を削除しても同様に新しい真ん中行に文字が表示されます。セルの結合っぽいですね。削除はこれで良いのですが、行を挿入する場合は普通に挿入してもうまくいきません。普通に挿入すると事業所の文字も途中の計算の列もないためですね。挿入する場合は他の行をコピーして、コピーしたセルの挿入にするとうまく表示されます。または普通に挿入した後他の行をコピーして挿入した行に貼り付けでも大丈夫です。やり方は以上になりますので、最後にこの方法のメリットとデメリットをまとめてみます。
メリットはやはりセルの結合を使わずに縦方向のほぼ中央に文字を表示しているように見えることです。セルの結合をするとコピペや集計作業の邪魔になりますが、この方法であれば問題ございません。さらに選択範囲内で中央の場合もセルの結合の場合も範囲内のデータは一つしか存在していませんが、こちらは見えてはいませんがデータはすべて存在していますので、この見た目のまま例えばピボットテーブルにすることもできます。見た目を良くしたいという要望を叶えつつデータ集計もできる状態を維持できるのがメリットですね。逆にデメリットですが、行を挿入するときにコピーした行を挿入する必要があることです。普通に挿入しただけだと表示位置は変わりませんし、今はこの中間の列があるので何か抜けていると気づける可能性があるのですが、通常このような列は非表示にするか遠く離れた列にありますので、なぜ表示位置が変わらないか気づきづらいです。次のデメリットとして、まとまりの総数や上から何個目かを求めるのにカウント if 関数で算出していますが、これは同じ値がひとまとまりになっていることを前提にしています。同じ値が後から出現するような場合は正しく算出できませんので、その場合は別の方法でひとまとまりの総数と上から何個目かを求めなければなりません。他にもまとまりが偶数行の場合は完全な中央には表示できない、条件付き書式が指定されている範囲で行の挿入削除を繰り返すと条件付き書式の範囲がとびとびになるなどの問題があります。この Excel はバージョン2021なのですが、2021では行の挿入削除をしても条件付き書式の範囲は無事でした。しかし2019で試したところ、何回か挿入と削除をするとこのように範囲がとびとびになってしまいました。一応全ての範囲はカバーできているようですので結果に影響はないのですが、挿入と削除が頻繁に発生しますと範囲が細切れになり収集がつかなくなってしまいます。古いバージョンほどこのようになる可能性がありますので、複数の人に配布する場合は条件付き書式は使わない方が安全かもしれません。先ほどの行の挿入時のデメリットも含め、安全な方法としましては、まとまりの先頭行の文字を黒、他の行は灰色にすると良いかもしれません。一つ上の事業所と違っていたら1、それ以外は0の if 関数を作り、フィルターで0の行だけにします。そして事業所の文字を白ではなく灰色にしてフィルターを解除しますと、このようにうっすらと表示されますので、単に挿入だけしても事業所の文字が抜けていると気づきやすくなります。条件付き書式は使っていませんので、行の挿入削除を繰り返しても問題ございません。自分だけが使うデータなのか他の人も使うのか、他の人の Excel の知識はどれくらいなのかによって最善のやり方は変わると思いますので、状況に応じて使い分けてくださいね。それではセルの結合をせずに縦の選択範囲内で中央に見せる方法でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録や高評価を押していただけますととても嬉しいです。